上野健一郎は、日本の政治家、自治、総務官僚、自由民主党所属の衆議院議員、国土交通大臣政務官、財務副大臣、自由民主党財務金融部会長、同経済産業部会長、同滋賀県連会長などを務めた。滋賀県長浜市出身、滋賀県立虎姫高等学校、1990年、京都大学法学部卒業後、 自治省に入省。その後、岩手県庁に勤務した。2003年、総務省自治税務局都道府県税課長補佐を最後に、退官。2003年11月9日の第43回衆議院議員総選挙に、市が区から自由民主党公認で出馬したものの、民主党現職の川端達夫に敗れ落選。2004年の第20回参議院議員通常選挙に、 自民党公認で、滋賀県選挙区から出馬したが、民主党の林久美子に敗れた。2005年9月11日の第44回衆議院議員総選挙では、川端を破って初当選した。2007年、自民党税制調査会幹事に就任。2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙には、自民党の公認、公明党の推薦を受けて出馬。 川端に対して、高島市では、僅差で勝利するものの、代表連の写市で大差をあけられ、比例復活もできずに落選した。同年12月に、県内の自民党国会議員が全員落選して、空席となっていた自民党滋賀県連会長に就任。2010年6月、同年7月の滋賀県知事選挙に無所属で出馬する、意向を表明、自民党を離党した。 知事選への出馬については、自民党滋賀県連による候補者擁立が難航した、結果、県連会長として、候補擁立の最高責任者であった上野に対して、強烈なり候補の働きかけがあったとされている。同年6月16日には、森山市、彦根市、立東市、大見八幡市の4市長が、滋賀県庁で会見し、市長有志の会を設立し、知事選で、 上野を支援すると発表した。この会は現職の加田幸子と新幹線新駅で対立してきた立東市長、ダムで対立してきた彦根市長が参加している。会への参加を見送った市長からは市長が知事選へ積極的に参画することに疑問の声も上がった。また、上野の選挙対策本部は同日に行われた第22回参議院議員通常選挙に 滋賀県選挙区から出馬した竹村天英と同一の本部が仕切っており、自民党が前面に出ているのは明らかであるにもかかわらず、政党職を消そうとする上野に対して、現職の自民党県議からも批判の声が出た。同年7月11日の滋賀県知事選挙では、現職の加田幸子に敗れ、落選した。2012年3月19日、自民党に復党。 同年12月16日の第46回衆議院議員総選挙に自民党公認で滋賀2区から出馬。民主党現職の田島一世を破り国政に復帰した。2014年9月4日国土交通大臣政務官に就任。2014年12月14日の第47回衆議院議員総選挙で参戦。国土交通大臣政務官に再任。 2015年10月23日、自民党財務金融部会長に就任。2016年8月24日、自民党経済産業部会長に就任。2017年8月7日、財務副大臣に就任。2017年10月22日の第48回衆議院議員総選挙で4選。 2021年10月31日の第49回衆議院議員総選挙でご視ありがとうございます。